早速釣りをやっていこうと思います。タコポンドです。さあ何が釣れるかな。何が釣れるかわからないのが釣りの楽しいところだけど、しょ生のニシン釣った。じゃあ釣りはねこの辺にしといて、肉を食べて、さっき釣ったこれ焼いとこう。ティラピアだね。さあ焼いて、自給自足の生活ができてるな。さあここね島見つけたんで、早速島のこの下側、結構奥深くに貴重な素材があるみたいなんでね、取っていこうと。仲良くやっていこうよ。さあまあサメとね仲良くやっていきながら、こうあったぞ、これだね。これなんだ、銅。よしよし、銅ゲット。ちょっとやばいな、死にそうだよ。仲良くやっていこうぜ、友達だろ。絶対食べないから、お前のこと。おい、そっ、おい、待ってろよ、いつか食ってやるから。さあとりあえずこの銅をここのねかまどに置いて焼いていこう。さあじゃあ銅のインゴットができる感じかな、これで。で一旦寝とくか、暗くなってきたし。さあ朝だ。ちょっと朝はね喉乾くから、水を汲んで飲んで、水を汲んで入れてと。魚は、お、いや一瞬で焼けたな。よし、これ焼いといて、で魚も食べとこう。おっと鳥がいるぞ、こいつやめんかバカモン。待って、腕もぎ取られてる、このカカシの腕。うわ、やられたなぁ。ちょっとカメモメとも仲良くやっていきたいんだけど、カモメは食うしかないね。あれでもこれなんだ、食われて離れちゃってるな、ここでも繋がってるのか。あ、サメだ。いや友達こんにちは、こんにちは。あ、痛い、やべやべ。おい友達だろ、仲良くやっていこうよ。よし、これ作れる。デカめの作物の地面作れたぞ。これで、まあ、ヤシの木育てることできるんじゃないかな。じゃあここに置いて、お、いいね。じゃ早速種を植えてこう。これか、あ、マンゴーもあるね。まあ、でもここはまずはこれがね、ヤシの種を埋めてこう。よし、これだね。おお、植えた。あ、水が必要なんだね。おっと、鳥が。仲良くやっていこうよ。よし。やった。倒したぞ。あ、待って、待って、間違えた。刺しちゃうと泣くんだね。まあ、ちょっととりあえず、なんだっけ、まあ、ヤシの水をね、与えてやらないと、ヤシの木に。さあ、これで、育つかな。これ結構ヤシの木育てまくれば、もう木にも困らないね、食料にも。よーし、じゃあ育つまで待っとこう。魚焼けたね。ちょっと荷物多いな。じゃあこれも焼いといて、ここら辺のゴミも集まってきたね。おっと鳥食ってるなぁ。すごい食いっぷりだなぁ。逃げられたかぁ。鳥と仲良くやっていきたいんだけど、もう、カカシの腕もう一本なくなっちゃってるし。待って待って、なんか見えてきたぞ。ちょっと、あっちに向かっていこう。よし。あとはこれで漕いで渡っちゃって。さあ、よしよし、大量ゲット。待って、荷物が多い。なんか捨てないとな。葉っぱでいっか。これ捨てよう。この蝶使いってやつは大切なアイテムだからね、拾っとかないと。で、まあ、一旦これ置いといて、そしたらまた拾えるね。ちょっと、もう最近なんか荷物が多くなっちゃうんだよね。結構、素材も溜まってきたし。一旦整理しとくか。よし、そっからここのゴミを回収していこう。
おお、いいねいいね。すごい溜まってるぞ。よし、大量ゲット。これでどうだ、鳥の巣作れる。来たぞ鳥の巣。これでやっとカモメと仲良くできるぞ。よし、ベッドの隣に置いとこう。朝起きたら隣にカモメがいる。なんて素晴らしいサバイバル生活なんだろう。やったカモメ。どうした、友達のカモメが倒れてるんだけど。拾っとこう。あ、肉になっちゃった。まあ新しいカモメと友達になれば問題ないよね。ヤシの木育ってきたね。取れるかな。あ、取れるぞ。初の自分で育てたヤシの木取ったぞ。おお。あ、今回は木の実とか出てくるわけじゃないんだね。普通にもうアイテムに入ってる。よし、食べとこう。自分で育てたココナッツ。おー、やっぱ水分が結構回復した感じだね。ちょっとこれもう一個ぐらい作っておくか。作れるかな。あ、いける、いけるいける。じゃ、隣にこれ設置しておこう。よし。それから、種は一個しか出なかったのか、でも。もう一個ここに入ってるから、これ植えとこう。マンゴーでいいかな、今度は。マンゴー植えてみよう。よし。あとは、水を与えて。育てるのも結構大変だね。よし。これも取ってと。あれ、まだ鳥がやってこないな。ちょっと2階を作って、2階に鳥の巣を置いてみよう。どれだ？鳥来てるよ。あれ、なんでそっち？なんでそっちに来てるんだよ。あ、ベッドに。ベッドに寝ちゃった感じだね。まあ、ここに置いとこう。鳥の巣にやってこないな。本当は鳥の巣で寝てほしいんだけど。まずじゃあ柱を立てていって、それから床を設置して、とりあえず完成しました。この2階部分。まあ、ちょっと木材が全然足りなくて、壁とかはちょっと立てられなかったんだけど。ここにね、鳥の巣置いてみよう。どうしようかな。ここに今置いてみるか。どうやらこの鳥の巣は、静かなところじゃないとやってこないみたいなんだよね。まあ、なので、この静かな2階部分で、ちょっと様子を見ていこう。果たしてやってくるかどうかなんだけど。よし、アイテムも拾いまくってと、スイ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 。皆さん、ついに、カモメがやってきました。向こうのあの巣で、座って休んでる。おー、やった。一応ここのカカシとか畑を取ったらなんかやってきましたね。ちょっと近くで行って様子見てみよう。おお、かわいいな。でもやった、初めての友達だ。これからよろしくな。おお、近づいても大丈夫？結構近い。あ、逃げちゃうか。近づきすぎると、やっぱ逃げちゃうんだね。羽をある。拾っといてと。こんな感じなんだね。どうやら卵を産むらしいんでね。いや、卵を産んでほしいな。今回羽しかなかったけど、卵料理とか食ってみたいよ。とりあえず、これ。このカーペット作ったんで、カーペットって色とか変えれるかな？やっぱ白がいいね。鳥の部屋は。これでどうやって色変えればいいんだろう。これかな？ちょ、これ色を変える。これ作ってみたけど。あれ、置けないぞ。
上かな。あれ上にも置けない。これどこに置けばいいんだ。置けないな。なんか土台をまず作ってみよう。木材をまず拾ってここら辺に設置してみよう。この上どうだ。あれこの上にも設置できない。これなんだ。まあ色は変えなくてもいいか。赤でも十分これいい感じの部屋になると思うからね。じゃあここに設置して、おー赤いカーペットこんな感じでね、まあ、設置しておこう。ちょっとお腹空いてきてる。サメの肉も食べてと。しもう一個作れた。もう一個もここに、微調整だけど、しっかり設置しておこう。よし。できたよ。部屋が。ちょっと喜んでるね。わかるよ。喜んでる顔してた。といった感じで、カモメの巣を作ってみました。島見えてきたね。こんな感じでね、まあ、仲良くやっていきたいな。やばいな、なんか、槍持ってた。危ないよ。仲良くやっていくからね、今回は。もう、カモメの肉は食べずにね、魚だけで生活していこう。あ、逃げちゃったか。羽拾って、卵はなしか。ちょっとね、卵を産んでくれるのを期待して、次回もね、やっていこうと思います。ではね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。